吉田さん、まあ、全てをチャンスと捉えること大事です。まあそう思います。でね、それとは話変わっちゃうんですけども、実は先日ですね、ご相談いただきまして、ちょっとメールは破棄したんでね、忘れちゃいましたけども、内容としてはね、あの久保さんという呼びかけているところから始まって、今までいろんなことに挑戦したんだけども、なんか最初はね、ものすごくモチベーション高くやるんですけども、すぐになんか飽きたり壁にぶつかって、それから萎えちゃうんですと。で、今まで本気でやり通したことが何一つないんですと。そこで結果を出して成功されてる久保さんに聞きたいんですけども、なんかね、本気になるぐらいのモチベーションを上げる方法はなんかないんですかっていうふうに、こういうような質問だったんですよ。まあ、吉田さんもよく聞く質問だったと思いますけども、似たようなことをよく言われたでしょ。で、私は今回ね、答えたのはこういうことなんですよ。その方に対しては、あ、いまいち本気になれなかったっていう経験を繰り返していて、で、本気で何かやれば結果が出ないなっていうふうに思ってるわけですよね、と。で、本気になる方法を探してるんでしょ。で、実はね、考え方ちょっと変えてみてくださいと。実はあなたは全部本気でやったんですよ、と。で、本気でそのぐらいのモチベーションなんです、そう思ってみたらどうですかって言ったらね、やっぱこうちょっとね、げんなりしてましたね。なんか叩き落とされたみたいな感じで、はぁ、みたいな感じで、やっぱやってもダメなんですかね、みたいな。で、そこで私はこう言ったんですよ。成功者っていろんなタイプがあるけども、その中にはね、対して頑張んなかったのに、それこそ手を抜いて力を抜いて適当にやってみたら、なんかそこで勝っちゃったとかね、そういったのが成功だっていう捉え方もあるんですよ。まあ、そういうふうに言ったんですよ。したらね、ちょっと分かりにくいんで、どういうことか教えてもらえますっていうふうになってきたんですよ。じゃあ仮にですね、まあ、この方が40代か50代ぐらいの方だったと思いますけども、まあ、今いるところで頑張ってもなかなかね、結果が出ない、そして勤めてる会社でもなかなか成績が振るわないということだと思うんですけども、全てのものっていうのは相対関係にあるんですよ、と。で、ここで相対関係の愛っていうね、奇変に目っていう言葉が出てくるんですよ。相対関係ね、全てのものは相対関係なんで、例えばね、その方は A さんと呼びましょうか。その A さんが地方のもうなんか限界集落みたいなところに行って、そこで自分で事を起こしたらどうですか。そしたらみんなが頼ってくれますよ、と。みんなこうあんまり体が動かなくなって、運転もあんまりしないし、で、インターネットも使えないから、これなんですよ、相対関係。そしたらね、多くの方は例えば情報一つ取るのでも、新聞とかテレビで限られた情報の中で限られた選択肢なんですよ。でも A さんがネットでいろんな方法をこうゲットして、いろんなノウハウとかね、いろんな情報を持ってきて、いや、ここではこういうふうになってますよとか、こういう例がありますよ、ああいう例がありますよっていうのを教えてあげたら、まさに町一番の情報通になるじゃないですか。これがだから相対関係なんです。それから、ね、その村でも、村とか町でも力仕事がいるでしょ。もしくは町内会がなかなか役員が決まらなくて苦労してるとするじゃないですか。そしたら A さんがやったら何でもかんでもうまくいきますよ、と。こういうふうなことなんですよ。相対関係をうまく使って、自分は大して頑張ってないのになんか勝っちゃったみたいなね、結果残せたみたいなことを探していくのも一つですよ、と。つまり今 A さんはみんながね、ネットビジネスのネットビジネスをやってるところに参加して、みんなでこうすごい熾烈な競争してるんですよ。だから頑張っても頑張っても結果が出なくって、そのうちにモチベーション落ちるということだと思うんですよ。でも A さんがモチベーションが落ちた状態で他の人に勝てるようなマーケットがあったらどうですか、と。例えて言うとね、才能ってものがもともとあって、そこに努力ってものがあるとして、才能かける努力で結果が出るとしたら、才能を1の人が5の努力したら5になるんですよ。でも才能3の人がね、努力を1して3なんですよ。だから才能3の人に勝つ方法はあるんだけども、才能5の人が5の努力したらもうどうやっても勝てないんですよ。じゃあね、才能1、ね、1の人が5の努力しても5のところに、A さんが、じゃあ3ぐらいの力を持ってね、平均以下の、もしくは平均の力を持って、で、3の努力したら9じゃないですか。2の努力しても6でしょ。こういうふうにして勝つんですよ。だから相対的に、自分が必要だと思えるようなマーケットを探していったらどうですか、と。そういうふうな、自分が圧倒的に勝てるマーケットを
リサーチするっていう意味でも情報収集を使えるんですよ。何もね、レッドオーシャンに飛び込んでいく必要はないんですよ。ということで相談を閉じました。いってらっしゃい。